それテレビ来たから。ん？あ、そう。飲んでくわ。なんかね、あれだね、せっかくの給料日なのに。うん。って感じすんね。結構支払いとか、先月使ったからね。まあ、支払いはあるね、毎月。いや、今回でけえわ。ちょっと、お金借りていい？あ、ごめんなさい。マイナスで。ん？でも今、手元に入ってる。あ、もうこれから全部だと思う。じゃあ、今はあるでしょ？今はあるんですけど。じゃあ貸してよ。無理です。返す返す、マジ絶対返す。いつ？まあ1ヶ月後とか。無理だ。財布どこ？財布はないです。ないです。ないです。あった。な、違います。いった！爪でいくらだ。ねえ、これ仕事すんね。給料を。頼むよ。だって、無理なんだもん。働かない。貧乏人は働くしかねえんだよ今日はいいじゃんな。まあまあこの後するけどさ、一旦よくない、うん、あ、仕事ね。そうそうそうだね。まあそういうことであればやめます。うん、閉じろ閉じろ、一旦で。え、マジでもうここ最近、まあゴールデンウィークもあってさ、働き詰めやん俺ら。はい。1ミリも油断してないのよくないと思うんだよね。ああ、なるほどね。その心の 逆にね逆によくないと思う。いつかブチ切れちゃうから、プツンって。ああ、もうずっと今そう、プチュンじゃないよ、まあプツンねですよね、北村さん。フリーズじゃん。やっべ、マジ、ほんと最近立ち食いが半端ないな。やばいよ、その欲。だから、この前当てたからね、もうあれ経験しちゃった。ああ、なるほどね。そう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 、確かに。あ、今の、ほら、くだらねえバイトやってた時の。お前、まだやってんだろ、バイト。違います。あ、これあれか。あ、こっち違う。え、違う。俺の、ね、思ったよな。何何何何いや、俺のバッグやった。あ、さあ、紛れしちゃすぎる。あれ、景品の飴出てきた。おい、打ちてぇよ。おい、パチンコ来てぇよ。おい、パチンコ来てぇよ。おい、おい、お前もう死んじゃうよ。死ぬよ。死ぬよ。金ないなりの遊び方知ってみるか、今日。なるほどね。金ないなりの遊び方か。とりあえず出る、外。そこから考えね。そうだよね。まあ、わかるかもね。うん、その説はあるわ。どうすっかな、何言っとうかな。何言っとうか。いやー、何言っとうかな。今日何日だ。5月4日か。明日だったらなんか5-5。あー、多分ね、いい日だと思う。ジャグラー。ジャグラーっぽいんじゃない、明日。あれ、支払いどこだ。これ、くだらねえ支払いどこだ。一旦そこに1個あって。あー、これね。マジで払ったら20支払い。税から払います。国は怒らせない方がいい。支払いから始めますから、今日の。これ払いたくねえなぁ。先に払って、そっから、やっぱり俺らも人間だからまだ、社会に、社会から落ちちゃダメだよ。え、絶対払わないといけない。ただし、びっくりしたんだけど最近、払わなくていい支払いってないらしいぜ。初耳。基本っていうか絶対、払うらしいよ、そういうの来たら。うーわ。え、安っ。え、ズルやん。ズルやん。え、じゃあもう、パチンコした方がいいやん。俺、パチンコした方がいい。え、だから1万円浮いてるようなもんやで。だから、そう。ほぼ1万浮いてるよ。ズル？ズル？知らない。なんか来てた。天気いいな。良すぎ。天気良すぎ。とりあえずコンビニ行って、はい。支払い。払うもん払っちゃいます？払うもん払ってから考えよう。確かに。嫌なことは最初に終わらせるのがセオリーですから。そうっす。どうした？あ、なんか外っていいなって。絶対違うやん。じゃあ、はぁ、じゃないでしょ。なんか良すぎてため息出たってことですか？そうそう、自由だなーって。自由？外。持ってかれた。持ってかれたな。持ってかれたな。俺ももうちょっと買ってこようかな。いいよ。腹ごしらえ大事よ。やっぱこの休日というか、給料日が。すみません、小林さん、ありがとうございます。俺のですよ。すみません、俺のです。これ引く。俺のですよ。
なんか渡してくんないなと思ったけど、なんでだろうと思って。怒ってくれたのかな。怒りじゃないっすよ。お互いに助け合おうよ、そこは。助け合いとかじゃない。違うのよ。俺がヤバいやつなんよ。ただ、ただね。あ、そっか。みんな減った、払ったね。減った。減った。みんな減ったんで、偉い。よし、これでもう。とりあえず今月はね。はい。いらっしゃい。はい。バーボン。お父さん。おめでとう。すいません。まだわかんない。何度でも。俺の名を叫べ。いつでも俺を助けてやれ。うっしょ。頭痛え。どうした？具合悪い。お疲れ様でした。お疲れ様でした。したどうしようかな、マジで。どうした？そっかなと思って。何が何が？あ、普通にだから服買い行こうよ。あ、服買い行くか。うん。もう一回 ATM 行きてえな。え？さっき下ろしてたよね。下ろしたんだけどね。いやー難しい。なんか俺1万なくなったんだよね。マジマジ。なんかなくて1枚足んなくて計算したんだけど、うん、何回も。俺もね、まあ、さっき支払いのために結構下ろして払って余ったので1万9千くらいあったんだけど、うん、もう財布から1万9千なくなったんだよ。あ、そう。なんか数結構当たってなかった。はい、あ、僕は1万5500円勝ち。うわ、そんないったんだ。すごい。すげえな。まあ、どうにかって感じですね。調子いいね。俺も結構引いたんだけどね。俺もね、引いたんだけど、全部飲み込まれたわ。うん。なんか、ももから電話来たわ。ごめん、もも、今そういうコンディションじゃないから。間違いない。いやわ。あ、なんか俺、財布から、なんだっけ。3万ぐらい。3万。え、3万。まあでもね、普通に時間的にそうなんよな。今だって初当たり1回も引いてないもん。厳しい。ストレート負け。あれカッシー、はい、なんだっけ、あの、はい、ゆで卵作んだっけね、帰ったら。そうですね、間違いなく。そうですよね。はい。あ、やべた、あ、あ、無駄毛処理。家の、部屋の片付けしようか、言ったら。2500円しかねえ。ね、ね、ね。なんで当たっちゃったんだ。よし、セカスト行くか。行くか。よし。一応行くわ。一旦コンビニだけ夜はトイレ行きたいから。セカストでよくない、トイレは。ん、おう。おう。普通に金下ろす。はははは。悪くね。ここもかよ。あれ、はい。あ、仕事を頼まれるけど3万しなくても。そうですね。なかなか厳しいみたいです。まあ行くか、本命が。あ、いいか。結局買わなかったわ。何を？服。あ、服ね。うん。あ、俺も買わなかった。まあお金と相談しながらって感じだったよね。そう、本当もう買う寸前まで行ったんだけど、うん、いや、これやめときだなと思って。うん、カズシめっちゃ爆買いしてたよ。マジ？僕7000円分行きました。うわぁ、うわぁ、買ってるわ、切ったね。いや、今日はまあそうね、ないなりに頑張ったから。ごちそうさまです。すいません。え、いや、あ、そっか。そうだよな、そうなるよな。一人勝ちか、きちぇ。勝たなきゃよかったマジか。腹減ったもんね。減った減った。え、僕あのちょっと中華食いたいなとか思ってる。あー、意見割れたな。え、嘘。俺なんか西川口クリニック病院行くん。病院行って、病院行きてえな。具合悪いし。やってないっすよ、この時間病院。うわー、あ、やってるな。やってないわ。俺の時間でその病院やってんの。そう、深夜帯も一応。すげえな、大変やな。
発見てもらってって感じかな。どこ？いやなんか、まあ、大事じゃん、下半身って。いや、下半身って言ってない。意外と久々じゃない？そうね。いや、マジ久々。一時期ハマって行ってたけどね。ガチヤマと行った以来じゃん。あ、そうだ。ああ、ガチヤマと行ったな、カメラとか関係なしに。だね。ね、あの、でっけえ車で。あの、かっけえ車の時以来だな。うわぁ、サンラーターメン系食いてぇな。うわぁ、マジかよ。何が？何が？マジかよ。さっさって言ったからサウナ行きたくなったー。怖っ。しょ、こいつマジで。なんでもやっちゃう。きしょすぎる。きしょいとかよくない。あんまよくないね、友達にきしょいは。あぁ、怖っ。そういう感じか、急に。普通に。リータの出た、それ。え、俺ですか、今の。うん。なんか真面目モードみたいな。結構鬱陶しいわ、それ。おい、待てよ。それ言い過ぎだよ。鬱陶しいは言い過ぎだって。言い過ぎか。いただきます。ちょいちょいこーす。どうぞ。好きな食えよ。いただきます。はいよ。どうぞ、いただきます。うん。え？そういうことならダメ。これね、買ってればね、うん、徐々になったんですけどね。そうね、別に、なんつうの、わざとだけど、中学食いたかったし。あ、まあね。なるほどね。いや、知ってはやりすぎたな。サンマはやりすぎてるな。やりすぎた。この後どうする？この後星見に行こうよ。病んでるやん、もう。え、今日もしかして俺が食えないと思ってさ、少なめな注文してる。うん、こいつ俺のこと舐めてやる。さすがに食えないんじゃない、それ大盛りしちゃったっしょ。無理じゃね。どうだろうね、普通にきついよ。うん、まあきついと思うよ。食えないんじゃない、今。どうだろう、俺は結構チャレンジしてみたいタイプだから。チャレンジ精神高すぎて3番でしょ、なるよ。そうだよ。じゃあそれいくら？5万。これは2万。珍しくね、めっちゃ高い。確かに、まあ、なんかパチンコにぶち込んだと思えばいいじゃん。胃にもぶち込むってことだ。どうせなんか財布の中身全部なくすつもりやったから。全然いいよ。いただきます。 DJ で彼氏が食いたそうにしてた。優しい。バーって一気に行こうと思ったけど最後。ああ優しい、うん、まだ全然あるわ。めっちゃ食わして。ありがとう、マブラシ。あ、ありがてぃ。いや、歌詞マジで怒ってくれると思わなかった。マジっすか。北村さんだけだ、じゃあ。マジっす。え、めっちゃ怒ってくれてよ。マジ。お小遣いもらったさっき。え、もらおうぜ、お小遣い。もう、9万円もらった。え、金もう次でしょ。ありがとうね。はい。え、9万円あげたって感じ。え、カズシから9万円もらったっす。まあ、え、それちょっともらっていい？いや、1万だけ。北村だけいるっていう。え、1万だけだ。北村がいいっていうの。なんで言っちゃうの？逆に。まあでも、渡したくないわ、絶対に。カズシの気持ちだから。で、なんでお前俺のウォレットチェーンしてんの？ん、今気づいたけど。なんか出来心で、俺もちょっとつけてみたいなと思って、つけてみたかったから、つけちゃった。いいね。座るときジャラジャラってなって、いい感じ？興奮した。そこ？あ、リコリコあるよ。あ、リコリコだ。まあ、あれ？前とちょっと違うぞ。いつも。嘘。うん。目をかざせ！袖が、うん、これかわいい。でかくない？
こ、体でかい、体でかく見える、確かに、なぜか確かに華奢だからいいかも、ごっつでこ体、ガチャあったよ、探してたやつ、お、サンキュー、おっさん、ちょっと、ちょっとね、え、肩パッド押してない、あ、帽子かな、ちょっとなんだよ、似合ってるでしょ、ちょっと帽子として機能してないよ、してるよ、うわぁ、これで今年の夏乗り切れるわ、乗り切れるか、いや、よかったね、久々のぐるぐる、よかったっすね、結構ぐるぐるしたね、うん、まあ、そういうことなの、うん、いやそこはいいよ、何時間もいられる、マジで暇になったら来ようね、ないよ、まあ、この職業1ミリも絶対にないだろうな、でもさ、おもろくない、この職業さ、うん、うわ、暇って思ったこと一回もないんだけど、いや、マジでない ね、今全然関係ないけど、うわ、怖っ、学生の時とかさ、うん、なんか休みの日とかさ、まあ学校終わってからでもいいんだけどさ、うわ、めっちゃ暇、友達誘おうとかあったけどさ、うん、一回も思ってないんだよね、ないな、やべえな、絶対先に何かあるって絶対あるもんね、そう、なんか控えてんだよね、ずっと保留溜まってんだよな、やばな、稼働し続けないといけないんだよ、お前もういつの間にかスロット座ってたしな、面白かったわ、で、こっから星眺めに行って一本パーティーするみたいな感じでしょ、いつも通り過ぎだろ、一回もやったことねえよ、じゃあ天体観測だけ一緒に歌わね、いいよ、どんな感じだっけ、見えないものってやつです、あ、午前14時踏切に望遠鏡を担いでたベルトは晴れだビットソン、アメカジファッションに夢中、3時間後に君が来た、小さめのリュック背負ってきた、それじゃ3日目は無理だ、餓死するぞバックパックにしろ、ノースフェイスのお店に行ってバックパック探す、これがいい、それは確かに白だからいい、7000円の黄色いやつ、最悪なパスだよ、最悪のパスだ今ノースフェイスのバッグ買ったとこでしょ、いや、黄色いやつがいいって言ってたとこまで7000円のねそれはアキラと被っている、だからちょっと迷っちゃうよ、アキラとお揃いで仲良く思われてしまう、最悪だ、そうしてしょった黄色いバッグ買ってるし結局黄色の買ったやんじゃん、アキラとお揃いで3日後には飽きたよ、次は何色にしようか、一度出た天体観測どの部分どのパート落ちすぎてどのパートか分かんなかったリュックにこぼしたシャンパンでパソコン水没させちゃった、北浦、はい、働こう、帰って働くか、仕事しよう切ない、まだ仕事しよう